東京ドームで行われたジャイアンツとタイガース3連戦の2戦目です。先発ピッチャー畠、1番近本に先頭打者ホームラン、近本の先頭打者ホームランでタイガースが先制、そして3番のマルテにもホームランが飛び出しまして、初回でタイガースが2点を取ります。タイガースの先発ピッチャーは青柳、初回ジャイアンツもランナーを出しますが冷静にセカンドにボールを送りまして序盤しのぎます。2回です。この当たりを梶谷がランニングキャッチ、梶谷が守備で序盤流れを阪神に渡さないというプレーを見せます。そして岡本に出ました、8試合ぶりの第2号、ジャイアンツが1点差に追い上げます。続く3回は先頭の糸原がスリーベースを放ちましたが、3番4番5番マルテ大山サンズ打ち取りまして、ノーアウトランナー3塁のピンチをなんとか0点で抑えました。その後の畠、初回はホームラン2本許しましたが、タイガース打線相手にゼロを並べていきます。4者連続三振というのもありました。4番岡本、2打席連続の第3号ソロホームランでジャイアンツ同点に追いつきます。さあこの辺りもセカンド吉川、ルーキー佐藤にヒットを許しません。要所要所でジャイアンツいいプレーが出ます。ただタイガースも曲げていません。この辺りで青柳がナイストス、岡本が3塁からホームを狙っていましたが見事なグラブトスを見せました。ただ6回ツーアウトランナー2塁1塁で吉川が詰まりながらもレフト前に運びましてジャイアンツ勝ち越し成功。7回のタイガースの攻撃、デッドボールフォアボールで高梨がランナー2人出しましたが糸原を抑えて7回も0点に抑えます。8回には継投、ジャイアンツは中川、強力タイガースのクリーンナップ3、4、5を抑えます。そして8回の裏もワンアウト満塁、そのチャンスをジャイアンツは作りましたがマルテが好プレー、続く松原、馬場の前に空振り三振、お互いに1点を許しません。ジャイアンツ9回にはビエイラがマウンドに上がりまして、佐藤輝明との対戦もありました。おたけびも上げまして首位攻防戦、1点差をジャイアンツがものにしました。